皆さんどうも、ジリシマです。では今回もファイヤーエムブレム無双を続き遊んでいきたいと思います。ということで今回行くところはこちらですね。デビルマウンテン、難易度レベル85。多分このもうヒストリーマップでのもう最終ステージになると思います。今回こちらの方やっていこうかなと思います。貴様ら、そんなに死にたいか。ならば望み通りにしてくれる。さあ行きましょうかね。勝利条件はファグダの撃破および魔導士の撃破ということですね。さて、そうですね、それまあそれ以外、まあ、ファウダー以外ですかね。で、まあ、英雄という英雄は、うん、なんかいない感じですか。多分まあパッと見、うん、見当たらない感じですね。ただまあマムクートであったり、まあ、魔導士系ですかね、であったり、あとはもうソルジャーですかね。まあ槍かな。まあ剣士とか斧っていうのは出てこないっぽいですね。さて、そうですね、誰を連れていこうかな。まあ、最終ステージっていうのもあるので、まあ、できるだけレベルの高い人たちを、まあ、連れていこうかなと。で、まあ、回復もサクラ、リズ、ルキナの代わりにエリーゼあたりを、で、そうですね、ちょっと入れ替えで、わかりました、エリーゼで、まあ多分どっちかが、まあ多分リズがまあ味方本拠地ですかね。で、サクラがまあ味方指揮官の方に着くとは思うので、あとはそうですね、もうまあ、特攻とかついてるキャラクターでもどんどん敵を倒していくっていう風な感じですかね。で、まあ、もしかしたら、まあ、ピンチになれば、まあ、このエリーゼとかですかね、まあ、操作できるキャラクターでまあ回復しに行くと。まあ、うん、そうですね、まあ、斧も結構下の方で使えるんで、もしかしたら途中でまあ変更して、まあ、リズをまあ向かわせるかもしれませんし、まあ、まあそれはまあやっていきながら、まあ、ちょっと考えようかなと思います。なので今回はこれで行ってみようかなと思います。よろしいですか。よし、行きましょう。みんな行くわよ。さあ行きましょうかね。リンギスに続いて、もうどんどんもう倒していける敵はもうどんどん倒していきましょうかね。させないからね。さて、そうですね、これで兵長ももうそのままマムクートとかなんで、もうどんどん倒しましょうかね。実力行使に移るとしよう。敵の増援です。さて、何体かはシャドウが出てきてますね。で、多分味方本拠地の方に行こうとしてるので、まあ、おぼろとかですかね。何人かは、何でしょう。あ、エリーゼがついてるみたいですね。ちょっと本拠地の方に、まあ、待機しといてもらいましょうかね。敵が襲ってきた時に、まあ、いざあのピンチになると回復とかですかね、対応するちょっとキャラクターがいないと厳しくなるんでね。どっちだ、こっちか。制圧しました。私にかかればこのくらい。さて、問題はシャドウですね。結構なんか強そうな感じはするんですよね。ですけど、ちょっとその前に先に、まあ、砦とかですかね。あ、魔導士も何人かいますけど、ちょっと倒しましょうかね。まあ拠点さえね、落としてしまえばね、こっちの、まあ、回復効果っていうんですかね、が、まあ、発動したりするんでね、多少はまあ戦いやすくはなると思うね。結構サクラが近場まで来てますね。さあ、まあちょっとシャドウの方はね、ちょっと厳しいと思いますけど、さて、スタンゲージは出るんで、増援
神官か。ちょっともう口の中の魔導士を先に片付けましょうかね。小兵、小兵、小兵はどこだ。あ、これか、マムクーとか。そうですね、ならば、あー、ちょいちょいこっちにもまあ向かってきてはいますね。了解です。なーに、で、なになに、了解。まあ集中攻撃しましょうかね、シャドウの方に。まあこっちもちょっと厳しくはなりそうですけど、まあまあまだ大丈夫そうなので。まあどっちが、どうしようかな。そうですね、こっちのファウダーに行ってもらいましょうかね。で、自分はちょっとコブヘが出てるみたいなので、そっちを対処しに行きましょうか。いた、いた。ちょっと間に合わないかな、まあ、どこに向かってるかですよね。よしよし、オッケーオッケー、なんとか対処できそうですね。なんてオッケー。で、あとはちょっとどっかに覚醒があれば。お、神官がまた中出てきましたね。コブヘ、ようやく出番だ。さて、そうですね、ちょっと神官とコブヘをまた対処しに行きましょうかね。オッケー、これで、あ、進化ちょうど目の前にいますね。もうそのまま進化ちょっと倒しましょうかね。さて、まあ本拠地、まあ本拠地にはまあ何人かまあいるので、ちょっと回復ですかね、してもらいましょうかね。まあ多分ほとんど悪さしてるのはこのファウダーですかね、シャドウだと思うんで、まあこのソーサラーですかね、シャドウさえ倒してくれればまあなんとかいけるかなとは思うんですけど。さてちょっと、まあ自分はまた神官とかですかね、コブヘイを、いたいた神官。まあコブヘイはもう一体は、あ、ちょうどいますね。じゃあこの二人倒しに行きましょうか。さてこれで多分コブヘイはまあ倒せるでしょう。で、まあ神官も、あ、半分ぐらいは減らせましたね。まあ大体で、まあ、あと残り 70% ぐらいは多分体力はあるっぽいんで。さて、どっかに覚醒が落ちてないかな。覚醒があればね、だいぶ楽には進めそうな感じはするんですけどね。どっかに転がってないかな。あー、ちょっと回復するだけか。さて、そう、また歩兵がまだいるんだ。進化まだどっかいますね。やりましたね。あっちの下、あー、いるや。ちょっとシーダ頑張ってますけど、ちょっとそのまま頑張ってもらいましょうかね。ちょっと進化倒してもらいましょう。まあ、あの取られた拠点は、まあ、また後で、まあ、取り返すとして、ちょっとこっちの中の方とかに、覚醒は落ちてないっぽいな。おっと、大苦戦と、まあ大苦戦ぐらいになってくるとちょっとやばいかなっていう風な感じなので、そのまま回復してもらいましょう。
さて、どこに行くんだ。報告します。やりましたね。自分の方がヤバくなってますね。ようやく出番だ。さて、そのままちょっとまあエリーゼから交換して、さて本拠地は、まあ、まだファウダーとは戦っていますけど、ちょっとリズに応援に行ってもらいましょうかね。さてその間にリンはどこまで行ったんだ。おっと新刊がまだ出てくる。さてそうですね、ちょっとそのまま拠点よりも先にちょっと新館潰しに行きましょうかね。こっちの魔導士がいるのであれば、なんて強さだ。 HP 回復ともそうか。まあ魔導士もなんかひょこひょこ出てきてるんでね、まあその前に新館はね、もうどうしても回復させられるとね、もう厄介なんで。この俺が相手になるぞ。さて回復はできたみたいではありますけど、私だね。うん、さてちょっとリズとじゃあ了解。エリーゼで味方指揮官を護衛してもらいましょうかね。押されていますね。あれ、こっちからは行けれないのか。敵の増援です。逆を回ってこないといけないですよ。じゃあ、あっちか。やりましたね。ここを左に上がったところにいたいた。大丈夫ですか。無理は禁物ですよ。まあ、逆にあの助けに来たんですけどね、シーダに心配されてますね。OK、一人神官は倒しましたね。さてと神官にカーソルが入った。あ、そうか、味方になんか引き入れようっていうのをなんか聞いてましたね。でもまあちょっともうそれどころじゃないんでね、もう放っておきましょう。もうダメ。マルス様、まあ、さっきまでなんか大丈夫そうであったんですけどね、シーナ。遠慮なく行くわよ。いきなりなんか弱音を吐き始めましたね。ありとあらゆるところで苦戦が続いてますね。エリーゼはどこまで行ったんだ。あー、こっちか。あ、こっち本拠地に来てた。どうやらシャドウは倒したみたいですね。それでみんなはどこに行ったんだ。そうですね、ちょっとまあ先にここは本拠地ですかね。本拠地というか砦を落とさないと、まあ、厳しそうではあるので。あ、アクアとかこっちの方に来てるんだ。何かしら。そうですね、ちょっとアクアにはまあ、さくらの応援に行ってもらいましょうかね。何でしょう。で、ルフレたちに了解です。なーに。まああのシャドウはちょっと厳しそうではありますけど、ちょっとおぼろに任せましょうかね。押されていますね。まあ結構ね、ちょっといろんなところでちょっとピンチが続いてるんでね。今度はサクラがピンチか。やりましたね。目を奪われてしまったわ。あなたもいれば。さ
ちょっとこいつを倒して、私は誰に向けるわけにもいかないもの。もう一人、あ、いたいた。さて、どこまで行けるかな。と、さくらは息を吹き返したか。なんかヤバそうな感じでしたけど、よいしょ、OK、これでとりあえずは魔導士関係はコナンも倒しましたね。さて、ちょっと上の、まあ本敵の砦ですかね、一応先に落としに行きましょうかね。ただ誰かが向かってるな。味方指揮官が大苦戦。それはできません。了解。まあ結構苦戦はしてますね。ただまあ、どなたか救援を。今助ける。まあ助けると言いながら、まあ、拠点を落としに行くんですけどね。まあ、拠点というか、まあ砦ですけど。魔導士が召喚してんのか。まあ、賢者もなんか厄介そうではありますけど。何でしょう。了解です。そうか、だからどん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 なんか増えていってるというか、まあ、なかなか減らないなと思ってたんですよね。よし、ちょっとまあ、あっちのこっち下にいる賢者もちょっとなんか怪しいんでね、賢者も倒しておきますかね。この魔導士、これは賢者か。まあこういう風なやつらはちょっと先に倒しておきましょうかね。さて、さっさと倒して、多分これであともう一人魔導士倒せば魔導士系ですかね、魔法使い系はもういなくなると思うんですけど、ね、あとはもう増援で出てこなければですけど、ね、あともうちょいなんですけど、経費。さて、多分シャドウを召喚してる魔導士が下の方にいるので、そいつをちょっと先に倒しに行きましょう。途中、まあ、どっか覚醒か何かね、ちょっと探しながら行きたいんですけど、おっと、味方指揮官もちょっと押されていますね。おぼろとかもいるんですけどね、なかなかやっぱり、ちょっとまあこっちの拠点を潰しておきましょうか。で、まあリーズでちょっと回復をさせて、やりましたね。で、まあその間に助かりました。まあどうしよう、撃破しに行きましょうか。まあ、もしかしたら、まあその魔導士を倒すことによってちょっとシャドウが弱くなってくれればね、倒しやすくはなるんでね。いた。オッケー。結構ここには魔導士がたくさんいますね。4体ぐらいいますね。そうですね、ちょっとシーダを逃がしましょう。はい。で、まあルフレ、何でしょう。ルフレもちょっと近場の砦を落としてもらえますかね。私の方が強かったわね。多分そのまま、まあシーダ逃がして、まあ上の拠点ですかね、砦でちょっと回復してもらえれば。弱体化しましたね。
さてリズは、あーリズはこっちにいるな。何何了解。まあできればね、このソーサラーたちですかね、シャドウまとめて一気に、まあ、覚醒とかでね潰したいんですけどね。押されていますね。さてこれで制圧しました。 OK。 まあなかなかちょっと覚醒がたまらないですけど、さてアクアはあこっちで戦ってるんだ。助かりました。さあこれでまあどこまで減らしてくれるのか、まあ、弱体化って言っても多分そこまでなんか弱くなってるような感じはしないんでね。うん、でもそこまでまあリンは食らってはないと思うんでね。さてもうどんどんちょっと取り、ああった覚醒、まあちょっとまあどの回復薬が出てくるかわからないですけど、全回復、うわちょっとか。仲間のためここを守り抜きます。まあできればねシャドウ2箇所に集めてまあ潰してもらいたいので、ちょっとアクアを何かしら、まあこっちにまあ移動させてちょっとシャドウを引き連れてきてもらいましょうかね。でまあ、こっちはあと1体か。でまあその間にちょっともう砦をどんどん落としていきましょうかね。よし、これでまあなんとか砦もあと2つか。さてじゃあそのままちょっと向こうの砦も落としましょうかね。あれ手落ちてなかったか。陥落してしまいました。まあまあもうあっちはもう後です。先にもう落とせそうなところどんどん落としていきますか。まあどんどんシャドウをねちょっと落としもう倒してくれればね一番いいので、で多分敵の本拠地、まあ、シャドウを倒すか、まあ、もしくはこの拠点ですかね、砦ですかね、を、まあ、全て落とさないと開門しないんじゃないかなと思うんで、まあ、シャドウのちょっともう対応は他の、まあ、キャラクターですかね、味方にまあ任せて、じゃあ自分はもうどんどん、まあ、砦ですかね、落としていきましょうかね。うわそこまで回復しないか、体力回復。これで、まあ、拠点はまあまあいいでしょう。さてとシャドウが陥落させて回ってんのかな。ああそうですね。で回復させて、まあ、結構ここの中で戦ってるので、やりましたね。もう少しそうですね、ちょっと覚醒が、まあ、マックスぐらいまで溜まれば、で多分この上のシャドウは味方の指揮官のところに来ようとしてるのかな。でサクラにもちょっと向かわせましょうかね。あ本拠地に向かってんな。さてそうですね、ちょっと残りのところも砦落としに行きますから。この砦は私が守ってみせる。絶対に渡さない。守りましょう。まあ中央広間で今多分結構な激戦が繰り広げられていると思うんで、ね、これで経費、あー体力回復か。まあいいや。さてルフレにも
そうですね、この中央行ってもらいましょうかね。で、エリーゼがいるんで、エリーゼに中央広間のちょっと回復、まあ落とされるかもしれないですけど、まあ落とされたら また取り返しましょう。たくさんいますね。ちょっと一発だけぶっ放して行きましょうかね。多分他にもまだシャドウがいるので、もう一発ぶっ放しておきましょう。まあそのまま、またあの砦ですかね、落としていけば、まあ武装はまあ溜まるんでね。味方はまあ苦戦はしてますけど、ちょっとまあ様子見て、いや、もうとりあえず回復させておきましょうかね。まあ回復したんでもう大丈夫だと思いますけどね。うん、そうですね、回復してるので大丈夫ですね。あ、もう時間はもう超えてますね。結構やっぱ厳しい戦いにはもうなりましたけど、とりあえずまあクリアを目指していきましょうかね。さて、こっちの拠点も、拠点とか砦も落として、で、この中の敵ですかね、少しちょっと片付けて、おっと、中央広間がまた危機と、味方、あれ、エリーゼは、あ、こっちに行ったのか。まあ回復してもらって、まあ本拠地、まあまあ大丈夫、あ、大丈夫じゃないな、回復、わかりました。あ、こっちで多分戦ってるみたいですね。だから多分まあ危機になってるみたいですね。さて、このあー、中央はどうやら陥落しましたね。さて、こっちを先に落として、さて、もうそのままちょっとシャドウですかね、結構中央にたくさんいるんで、こうも苦戦する。まあよく苦戦しますな。あら、今度さくらがあっちに行ったか。あとどれくらいなの、もう多分時期倒せると思うんですけどね。急いでください。どうしよう、本拠地がまずいことになってるって。まあまあ大丈夫でしょう、回復向かったんで。急いでください。うん、ちょっと厳しいかもしれないですけど、さて、もうこれでなんとか、まあシャドウ、残るシャドウですかね、は倒したいので、まあできればね、砦兵長を巻き込んでくれてれば、まあシャドウは回復もしなくなるんでね、多分これで、まあ、1体は撃破ですね。さて、これでいけるかな。2体ぐらいは倒してもらいたいんですけどね。よし、あと1体だな。これでいけるか。あともうちょい。これで多分開門するかな。ただ本拠地には、あ、これでまあとりあえず回復ですね。
オッケーオッケー。これであともうファウダーだけかな。いけない。本拠地が襲われているわ。私にお任せを知らせてください。私がやれば。全身全霊をかけて私に挑む。誰か連れて行きましょうかね。絶望の闇に散れ。私は解放しました。私がやれば。運命には抗えぬぞ。ん？愚か者どもよ。ミッション開始です。よし、行きましょうかね。ただどっか今覚醒はないっぽいですね。そうですね、多分エリーゼもシーダも覚醒が溜まってるので、シーダとまあちょっとダブルにして行きましょうかね。じゃあこっちかな。でダブル組んだのであれば、そのままよし、オッケー。これでまあリンとかですかね、まあ無双をぶっぱなして、それでまあ倒れないようであれば、まあ、今度シーダとエリゼですかね、もうあの溜まってるので、まあ無双をぶっぱなしてまあ倒そうかなと。まあそれをやって、まあ倒れるかどうかわからないですけど、まあとりあえずまあそれで行こうかなと。ただまあ本拠地ですかね、を先にまあ砦ですかね、落としておきたいので。いや覚醒があるな。オッケーオッケー。そのままもういけるかな。おお、がっつり減らしてくれてる。なんかファウダーなんかあれですね、シャドウの方が強い感じがしますね。これでおっと倒れないならば、まあこれで倒せるでしょう。オッケー、これで、いや終わった。知れない。まさかまた邪流か。中央になんか邪流が出てきそうな感じがしますね。ミッション成功です。出てきましたね、最後の最後で。よし、勝利条件変更です。とりあえずそうですね、もう全員邪流に向けて出発しましょうか。了解。了解。はい、わかりました。さてそれ以外は、何でしょう。さてまあ心も邪流に向けて出発と。そうですね、まあこんな感じでもどんどん倒しに行きましょうかね。じゃあ賢者が出現、ちょっとなんか厄介なことをしそうなんで、一人はちょっと賢者に向かってもらいましょうかね。で下の賢者はちょっと自分で行きますか。ミッション開始です。制圧しました。まあ2体の賢者を撃破せよと出てるので、そうですね、先にちょっと賢者を撃破しに行きましょう。いやー、まさかイビルザーグが出てくるとは。砦の防衛に当たります。さてさっさと倒して、多分この賢者2人があのイベルザーグに対してなんか厄介なことをするんじゃないかなと。さてこれでいけるか。よし、オッケー。
死なれるわ。勝てるわけないってよ。さて上はまあリズには任し、リズじゃなくてあリズですよね、任しちゃいるんですけど、ちょっとまあ倒しに行きましょうか。私が倒したわ。まあ、2体の賢者を倒さないとまあダメみたいなんで、そっちを先にクリアして、ちょっとイビルザーグですかねの方に行きましょうか。いたいた、いやでも まさかねイビルザーグが出てくるとは。さてこれで、ああ全然減らない。オッケー、これでそうですね、倒しましたね。勝てるわけないってよ。ちょっと覚醒を探しに行きましょうかね。多分どっかに転がってるとは思うんですけどね。うまくいきました。あった。まあ、これが回復がどれくらいなのかは分かんないですけど、オッケーオッケー、全回復。さあ行きますか。これであとはもうイビルザーグ倒すだけですけど、私を信じて。空中に浮いてますな。よし、オッケー。さあもう覚醒使っていきましょうかね。あまり減らないですね、そこまで。でもまあ覚醒、まあリンも持ってるんで。やっと一本のゲージというか、まあ一区切りですかね。さてとこれでどこまで減るかですね。さてじゃあそのままもうリンで行きましょうかね。おっ、曲がっつり減らしてくれてますね。まあこれでまあ半分とかまではまあいかないかもしれないですけど、もうそのままも続けてもうそういきましょうかね。シーダたちもまだあの無双が残ってるんでね。まあでもまあこれで決まらないんですよね、なかなか。これでオッケーオッケー、決まりましたね。オッケー、これでクリアですね。おめでとうございます。はい、ということで戦績の方は A ですね。そうですね、もう結構クリアタイムが、まあ、15分以上も超えてしまってるんでね。でまあ非ダメージも結構もう100以上いってるのかなと思ったら、こっちの方はそうでもなかったですけど、まあ、時間がね結構もうかかってるんで、まあ戦績の方は A ですね。でバトル報酬でティアモの恋愛本ということですね。私が本気を出せば
いやーでも大変でしたね、まあ、イビルザーグまでちょっと出てきたらね、まあ、大変っちゃ大変ですわね。今までよりもあなたの力、あなたと信じ合えてよかったです。覚えているがいい。あなたはナバール。あなたがあの剣士ナバール、僕たちと共に戦ってくれるのですか。ああ、指示は好きに出せばいい。追加されました。はい、ということでシーダの衣装変更、花嫁が追加されました。シーダの花嫁、はい、ということでヒストリーモード選択画面ですねの方に戻ってきました。さてちょっとまあデビルマウンテン一度まあクリアしたのですが、次元のなんか歪みみたいですかね、多分あれが発生すると思うので、ちょっと一回入ってみましょうか。時空の歪みですねが発生、新たな可能性が生まれた模様と。ナバール、予定通り敵を撃て。賊どもの手先とは見下げたやつだ。マルス様はお前はそんなやつじゃないというが、買いかぶりだったようだな。何の目的もなく、ただ剣を振るうだけ。獣にも劣るぜ。目的か、お前だと言ったら。まさかあなたはナバールさん。サクラか。やっぱり。でもどうしてここに。さてそうです、今のところは まあまだ全部 S ランクですね、取ってないので、うん、2つぐらいは まだ出てないですね。まあ時空の歪み以外の全てのバトルを S ランクでクリア、それでなので、まあここですね、デビルマウンテンまだ A なので、まあ、あとまあ2箇所、まあ、出てないっていう感じですね。そうですね、まあとりあえずちょっとまあ今回やってみた感じで結構難しそうではあるんですが、ちょっとまあ何度かチャレンジしてみて、まあ、クリアランクですかね、まあ、S にして、まあ、次回ですかね、新たなまあヒストリーモードですかねに行こうかなと思うんですけど、まあ、何度かやってみてちょっと厳しいようだったらちょっと保留にしようかなと思います。なので、まあ、今回でこのデビルマウンテンはまあ終わりなので、まあ、次回からまあ新たなヒストリーマッププリンセスミネルヴァ、まあ、こちらの方やっていこうかなと思います。ということで今回はこの辺りで動画を落としさせていただこうかなと思います。最後までご視聴していただきましてどうもありがとうございました。それじゃあまたねー。